ケイ。早く目覚めすぎて困ってたけど、私まあまあ早くてびっくりしたそう、早いんですよ。めっちゃ寝起き、すいません寝起きで。15分だけやります。おはようございます、イサベルです。よろしくお願いします。なんでみんな起きてんの、こんな時間に。すごくない？不思議。なんでみんなこんな時間に起きてるのか。仕事だもん。おう、もうすぐ出勤です。お、本当ですか。ラジオ体操の帰り。あ、ラジオ体操、あ、そっか、ラジオ体操って大体さ6時半から始まるもんだっけ。来てもお土産で名前を抜けてありがとうございます。いえいえいえすごい、タイムテーブル見たの、みんな。私の配信の。昨日楽しい公演になりました。ありがとうございます。公演。ああ。公演でした。メールなかったから心配した。普段送りすぎてるから、メール。みんな何つ送ったの？一通くらい？マックス？ん？ゆる声マックスときみんなが両足割れます。そうなんですよ。なんか MC でそのなんか触れて、ルアのマックスときの踊り方について、それで最後のにじんでくるの首をね、みんなで最後ガカンってしました。私も笑った。ロアちゃんのアバター両方出ました。お、ありがとうございます。うわ、マジで顔がやばいね寝起きって感じ。昨日夜公演です、たくさんありがとう。いえいえ、全然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 。一でくる、なんか櫛なくした。あれ、櫛もともとないわえ、櫛もともとないわ。なくしたじゃない、なぜないや。まあいっか、別に。笑い声聞こえた。そう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 。昨日昼夜公演ありがとうございます、楽しかったです。あ、ありがとうございました私も楽しかったです。久々の公演でしたもん昨日。1週間ぶりか言うて。ねえ、ゆうはちゃん似てたよね、にじんで。おはようございます。
新潟週末また大雪みたいですね。あ、そうなの？聞いてないよ全然。やばいねそれは。大雪か。私はもう春が訪れると思っていたの。MC でルアシが目立ってて嬉しかった。本当に ルアシ仕切り、え、自分が MC で仕切るところ昨日一つもなくてあちゃーって思ってたんですけど、まあその代わり頑張って話に入りました。ないから話す場面が。ロシシカありがとうございます。公演の次の日ってなんでこんなに疲れが溜まってるんですか。ダメだ今日爆睡だな。授業中、学校なんですけど今日もだ今日も学校です。別にそんな学校だから何とか、何特別なことはないんだけど、ラッシュ部活決まったの？いや分かんないの。それはラーも分からない。どうなったのってルアのガチャ出ない？アバターサイン見えましたか？うん、ありがとうね。寒っ。エアコンの温度23度だって。テイさんおはようございます。おはようございます。なんでみんなそんなにガチャ出ないの？ルアのアバター、もしかして倍率低くなってんじゃないの？ルアだけ寒いよね。ウリのお見送りテイありがとう。全然公立の授業、公立は何だろう、公立なん、いつなんだろうね。3月とかじゃないかな、わかんない。ルアシもラーメン部入部してほしかったね。私もちょっとなんかなんだろうね、全部の部活気になってました。あーこれやってみたい、これもやってみたいっていろいろ思って。油そば好きですか？いや油そばわかんない、多分好きじゃない。もしかして喜ぶ見えてます。いやあれですよ、あの昨日も、昨日じゃない昨日の昼も見えてましたし、どっちも見えてました。マクシーがママ氏から届きました。よいしょ、あちょっとマシになったわアバラ様召し上がられたことがないとか、いやそれはないと思うけど、これアバラそばです、食べてくださいって時は分かんないかも、あるのかないのか私の NGT48 人生で着てみたい衣装は王様です。王様着てみた、王様の衣装、なぜかというと私は制服が大好きで、制服がいいからです
いや、もっちゃんに、もっちゃんだっけ、なんかどういう形が好きみたいな言われた時、あ、全部全部って言いたかったんだけど、いや、それだとダメだなと思って、ジャケットなしのやつが好きって言いました。重いメールにしてみてください。わかんない、ちゃんと答えた。そうそうそう、ルアーバター出ない。え、なんでみんな出ないのえ、なんでみんな出ないの、そんなに。雨の月曜日、待って、今雨降ってんの、それは聞いてないマジで。え、学校行く気なくなった、もっともっと行く気なくなった、マジ雨降ってんの、え、やだ、マックステイさん気になり忙しくなりましたゆうはちゃんとね、ゆうはちゃんと忙しくなったか。ガチャ入り忘れて、え、私実はガチャ入ってませんとかある、そういうことあるそんなにみんな出ない、多分確率、確率押しほど出ないらしい。あ、それはもうしょうがない雨なんだ、中央区が雨なんだよね。ここにしかカプセル投げてないからな。え、ありがとう嬉しい、そっちなの。からくじかよね、うん、面白いね。確かにビラも出ない率高いね。そうだよね、いや出る率低いねの方が伝わりやすくない出ない率高いねより、出る率低いよねの方が伝わりやすい。もう7時ね、じゃあそろそろスクショタイムもしたいと思います。夜声の場所メンバーとめっちゃ目がそうだよね、わかる。ゆりのちゃんだって、え、どんだけロア出ないの、不思議になってきた。ちょっとありがとうございますっても聞いてくれて、じゃあちょっと昨日やってたポーズしますね。昨日まずおにぎりしてた、で昨日の夜子やカニしてました。あれありがとうございます。変身ポーズ、あ、変身ポーズはなんだろう、なんか、まあ、変なポーズしようみたいな言って、あれが変なポーズで、でお昼公演はなんか戦隊ものみたいな感じをイメージ しましたそう、私も毎回変身ポーズだけなんかその素の自分に戻れた気がして好きなんですよね。そう、夜公演だけマックスめっちゃなんか初心に戻りました。それでは男女の方は目指させていただきたいと思います。13位サバと13位サバサンド氏、12位音速の貴公子氏、11位アイコス氏、10位ハッピーアイスクリーム氏、9位バイケン氏、8位ノーグッチ氏、7位リュウ氏、6位ハニーアモリン氏、5位ガトランティス氏、4位ヨチくん氏、3位古川氏、2位イチローバイボーイ氏、1位アンデー氏、ありがとうございます。15分間ありがとうございました。いろいろ楽しかった、ありがとう。変身ポーズ、あのね、変身、こういうこういう変身ポーズです。ロアタンヤッホー、星の音のポーズ、あ、それはね、これか。
毒リンゴか、そうだ毒リンゴの変われるわ今の私変身のところですね。じゃそれではありがとうございました、バイバイ軽いバイバイ、よいしょ、あれバイバイ。